事件の現場であった警府先鉄道橋。当時の弾痕が残っているローキンリ平和公園にある異例道路金近利虐殺事件は朝鮮戦争中の1950年7月に起きたアメリカ軍による韓国民間人の虐殺事件。第25志願長ウィリアム・ビーキーン少将による7月26日の 戦闘地域を移動するすべての民間人を敵とみなし、発砲せよという命令に基づき行われた。なお、同戦争中に行われた、米韓連合軍の民間人虐殺はこれ一見に、止まるものではなく、収監されていた千人以上の政治犯も、軍名で処刑されていたことが、後に文書調査で判明している。朝鮮戦争の最中北朝鮮軍の攻撃を防御していた、 国連軍の一部であるアメリカ陸軍第7機兵連隊所属部隊は中西北道四論軍機関面老金里の警府線鉄橋付近にいた韓国人避難民の中に北朝鮮兵が混じっていると疑い避難民を鉄橋の上に集めて空軍機が機銃掃射を行い逃げた者は米兵が追い詰めて射殺したこのため約300名の韓国人民間人が虐殺された 長く伏せられていたが、1994年に韓国人生存者が著書を出版、1999年9月9日、a p 通信が大々的に報道した。同年10月29日在韓米軍が現地調査を実施し、2004年には事件の犠牲者の名誉を回復する法案が韓国国会を通過した。韓国における反米軍感情が高まる、 原因の一つとなった。ありがとうございます。